時が来た、世界を回せ。モコと申します。今回ですね、思い出の地を巡ろうということでございまして、来てましたのが今回は戸越銀座の商店街なんですけどもね、今回はとんかつを食います。でなぜこのとんかつが思い出なのかと言いますとですね、約今から6年ほど前、とんかつ DJ あげ太郎という作品の、まあ、この公式番組みたいなのを出演させてもらったんですよ。でそれがまあジャンプの作品だったんですけど、ジャンププラスというジャンプのウェブ版みたいなやつの作品だったんですけども、ジャンプ本誌にもあのモコが来るみたいな感じで告知されていて、蓋開けてみたら僕だけ集合場所がとんかつ屋さんなんですよ。みんなスタジオのなんかその半蔵門かなんかのすごいおしゃれなスタジオで、その時マックス村井さんとか、あの小島さん実況者のとか、あと MSSP さんとか名だたるその実況者の方々がスタジオでこう和気あいしてる際の中で、僕だけとんかつ屋さんでとんかつを食うみたいな役割だったんですね。で当時結構そのネットでそれが反響があって、なんでモコだけハブるんやとか、いいぞもっとやれみたいな、そういう、こう賛否両論ある中で、まあ一つのこの思い出の地になったのがこのとんかつ丸屋さんという、まあ、ちょっと店舗が前回その時とちょっと違うんですけども、当時の店舗が新橋だったんですけども、今回はとんかつ丸屋さんのこれ戸越銀座店さんにお邪魔してね、当時の味とんかつの味をちょっと久々に楽しんでいこうかなと思っています。はい、若干その声が僕あの病気で倒れてたんで枯れてるんですけども、しっかりとんかつ食ってパワーいっぱいもらってやろうかなと思ってますんで、はい、髪型も結構いい感じに終わってるんで、いやいい感じや。すいません、よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。失礼します。はい、ということでね、丸屋さん来ました。懐かしの味なんですけどもね、前回その番組で食った時にめちゃくちゃ冷めてて全然楽しめなかったです。そのもうすでになんかラップかなんかがちょっと中途半端にかけられた状態のを今の段階からずっと並んでて、それを始まってから食うみたいなんで、その時うわーうまいわとか言いながら、めちゃくちゃ米も冷めてるし、なんかちょっとねとんかつも湿ってるしみたいな感じで、その本来のこの丸屋さんのとんかつの味をね楽しめなかったと思うんですよ。なんで今回ですね、しっかり丸屋さんの味をね楽しみたいと。あと僕社会人の頃にもね、実は丸屋さん何度か行ってて、浜松町だったかな、当時僕天王座あるってとこ職場やったんだけど、帰りとかその乗り換えのタイミングとかで浜松町で一回降りるんよ。そこのついでにこうポケモン、当時さポケモンセンターや、浜松町ポケモンセンターあったんや、その同じビルに丸屋さんがあったんですよ確か。そこ何回か行った思い出のマジでとんかつです。はい、しっかり衣ごといただくんで楽しみです。ちょっとメニューがねこうがっつりある中で、どうせやったら野菜フリーミックスカツ、ヒレ、エビカツ、ソーセージ、あ待って、ロースミックスにしよう。ロースとヒレ、野菜かな、次ロースカツ、ロースとヒレどっちも行きたいですよね。うん、こういうなんかソーセージとかエビフライとかも、まあ、ちょっと欲しいけど、ロースミックスカツでお願いします。すいません、今回ですね、このロースミックスカツ定食、はい、じゃあちょっとそれでお願いします。はい、お待たせいたしました、はい、ロースミックスカツ定食、はい、いただきます。うーわうまそう。ちょっと待って、何これ、アスパラの、え、アスパラカツみたいなの入っとるやん。野菜一種ってそういうことか。俺はもうとんかつ食う時の流儀が絶対あって、キャベツを先に全部食うで、胃に膜を張ってしっかりとんかつを受け入れる体制を整えるっていう。いただいていきます。はい、あの頃のとんかつ DJ あげ太郎のあの時代を思い出し、今再び俺は相まみえるこの丸屋のとんかつに自称していきましょう。まずはちょっとこの赤だしの味噌汁からいただくと、まず胃を温めていかないとね。いただきます。うわしみる、何この濃厚赤味噌、赤味噌というか赤だし、うわあのね、アサリっていうの、これこれアサリめっちゃ入っとる赤だしで、これって結構珍しいよな。かなりなんか味噌汁に力込めてる感じ。ちょっとこのお漬物もね、大根かなんかのこれもいただきます。あ、もうシャキシャキ、もうぶっちゃけ言うで、この味噌汁漬物だけで米いけるわ。ちょっと米のね、あ冷めてない、あったかい、これが本来の丸屋の米だったんだ。もうあの放送の時はね若干硬くなってたからね。キャベツはやっぱとんかつソースでいくっていう、
これごといきます。いただきます。うん、すごいみずみずしいシャキシャキのキャベツ。うん、あ、キャベツだけで金払う俺は。もう、おいしい。やっぱこう細かく刻んでるから食感がいいのと同時にソースとかこう絡みやすいんですよね。本来であればもうキャベツ全部いってからいくねんけど、ちょっともう我慢できないんで、ちょっとそろそろとんかつの方にも。うん、手出そうかなと。でもう一旦赤だしちゃんのさし、うん、ソースからいく。これあんまでもなソースかけへんやつ俺は。まずじゃあこっちのこれロースの方かな、多分ロースの方、油がしっかり乗ってる方ですね。ロースカツの方いただきます。わあ、揚げたての、食感サクサクの、めちゃくちゃジューシー、肉汁がもうこの衣の中にギュッて凝縮されてるんですよ。あんま、キャベツと一緒にちょっと食ったりね。で米も一気に炊き込むと、ボリュームすごいわ。だって待って、あれとんかつ10枚ぐらい入っとって、アスパラのカツも入っとって、ボリュームえぐない？うん、わあ、これは揚げ揚げです。うん。全部うまい。マジで。あのソースもね、これ何これ、なんか特秘伝のソースこれ、丸屋さんの。なんか食ったことない味してるこれ。うん、まあ、マジで。女性とかがヒレカツをよく頼まれるのは、ヒレの方が脂身が少なくてヘルシーなんですよ。そのただやっぱ脂身が少ないってことは身がぎっしりじゃないですか。でそこにこうやっぱ差って出ると思うんですよね。ヒレ身がぎっしり、脂身少ない中でもこう柔らかさをしっかり演出できるかどうか、商品の見せ場だと思うんですよ。この丸屋さんとヒレカツは一体どんな味感じなのか食っていきます。えっ、ヒレ肉かこれ、ほんまに。柔らかいね、ヒレとは思えんぐらい柔らかい。ヒレ肉っていうかもうフィレ肉って感じ。ちょっとええ焼肉屋さんでさ、ヒレじゃなくてフィレって書いてるやん。そっちヒレじゃない、フィレカツやん。柔らかっ。うん、マジで。ああ、これやっぱ揚げ方というか、ちょっとやっぱ企業秘密でしょうね、これは。ちょっとじゃあアスパラカツさんいただきます。これも美味しいよ、見て。だって衣から透き通ってるアスパラの身が、
普通こう衣でびっしりになってるやん。これもう透き通ってるの、衣がいかに薄いかよ。いただきます。アスパラが出ちゃった。うわ、何やこれ。もうほぼ肉。うん、アスパラでさえも肉に感じる。肉肉しい。うわ、なんならこんだけでもええわ。アスパラカツ定食でもええ。ほぼ主役っすね。うん。めちゃめちゃうまい、全部。思い出って美化されてると思うんですよ。以前久々に食ったら、ああまあこんな感じだったなっていうっていうのになると思うんですけど、美化された思い出すらも超越してるわこれ。うん、思い出を超えしとんかつ料理、それが丸屋さんのとんかつロースミックスカツ定食。もうこのね、最後の方のね、うん、キャベツにね、ちょっとこのソースがかかった衣がキャベツにもう紛れてる。ここが一番美味しいね、ここ。うん、あ、すんごいこれ。ああ、米の量がめちゃくちゃ多い。そして、じゃあちょっとこのとんかつ、さらにこうソース、その米にかける勢いでこういってやれ。ミニカツ丼やこれ。やっぱこれソースがめちゃめちゃうまい。なんか、あの多分ね、野菜とかめっちゃ入ってるんじゃないの、このソース。なんか、甘いし、果物とか野菜、そっち系のソースな気がするわ。うん。甘みを感じる。アスパラカツ、これ最後ね、しっかりキャベツに絡めて。でも箸の持ち方終わってるやん俺。こんなクロスせん普通は。これこうです。これをね、いただきますよ。ああ、辛子美味しいわ。もうちょくでちょくかけるこれ。いや、ソースマジうまいんですよ。何これ、こんなん普通せんだよ俺。こんなにソースかけるなんて邪道やから。このソース何、うん、お米完食しました。うん、最後はやはりね、あ、なんじゃこの満足感は。ありがとうございます。めちゃくちゃうまかった。いやこれね、ロースミックスカツ定食大正解でしたわ。
どっちも楽しめて、かつアスパラのカツも出てきて、もう満足以外の言葉が出ませんわ。はい、これはでも昼飯とかで食ったら多分午後集中できないな、仕事に、うん、寝る。いやー、とんかつうまかったな、うん、やっぱり人生はカツだ。どう、カツを食べて、俺は明日からカツ。いやでもね、思い出しますね、その番組の時、僕だけとんかつ屋さんで、でもその出番が終わってもうすぐ帰ったんですけど、その後近所のパチンコ屋で当時まで置いてあったビンゴっていう爆裂スロットの木みたいなやつを売ったら、フリーズ引いて、あの閉店までなんか出っ放しになったっていう、なんかちょっとその思い出が実はあって、そうだな、カツでも食った日はやっぱギャンブルかな、パチンコでも違うかな。じゃあ俺はちょっとまた適当に行ってくるわ。みんなも僕が食べようぜ。じゃあ、いや今日は